今見てる。ご飯食べた。お弁当食べた。明日は そうだ、今日はから4月だ。うん、入園式、入園式、そうそう、ね。シミサラね、シミサラ帰ってきた。シミサラお帰りなさい。少し大人になって帰ってきた。お土産もらったよ。チョコもらった。チョコもらった。まだ食べてないけど。うん、海外の。チョコ、私なんかミルクチョコ何種類かあって、私ミルクチョコ、ラーメン？分からんけど、ミルクチョコ。
うん、オーストラリア、でもまだね、あんまり話聞けてないからね、聞きたいな。ファンの方はいろいろもう聞いてるのかな、私よりも。ファンの方の方が知ってそう。あ、今日再開だから、そっか、今日か、今日から聞くね。じゃ、ももちゃん今日から、え、あれ、ももちゃん確か新社会人。あれ、あ、エイプリルフールで何か言ったの？もう全然メンバーが言ってるエイプリルフールのあれが分からん。あ、そういうことね。私のやつは朝起きてからほんの数分で考え出したやつ。数分で考えた。そうだよ。ダンス QR のやつの今日までです。お忘れなく、まだ見てない方は今日までのやつしかないから。明日もうすぐでも見れなくなるからね。次は何でしょうか。次も私知ってるんだけど、さっき見たんだけど、めっちゃ多分喜ぶ。私見たんだけど、そうだよ、喜び。イエス。今のやつはね、もうね、
いい感じだけど、次のやつもいい感じですよ。わーいわーいってなると思う。今のは見れなくなるはず。爪も良かったよね。寝不足ね、なりそう。私も今寝不足。今日は朝に エネルギードリンクを飲んだんです。そしたらめっちゃ元気になって大丈夫だった。朝に飲むのもいいんだね。いつもお話し会はよくテンションが高いねって言われるけど、さらに今日は上回ってたらしい。でも私のねエナジードリンク言ってもね、エナジードリンクじゃないからね。エナジードリンクと言ってるけどね、まあジュースなの。まあジュースなの。エナジーではないんですよね。炭酸ジュースなんですよね。結局はね、そう。ビタミンとか何かがいっぱい入ってるジュース。そうなんです。そうそう、なんて言えばいいか分かんないんだけどね。同じドリンクじゃないとなったら、うーんってなった。そうそう、カフェインは入ってないやつ。ね、そう、栄養ドリンクとも言い難いよね。気持ちな。ノンカフェインだから眠たくなるよ。ビタミンジュースと言った方がいいのかな。
カフェインはね、私ちょっと弱いんです、カフェインには。カフェインはそう、夕方に飲んだらコーヒーとかもう飲んだらもう夜ね、なんか寝れなくなる。夕方だから昼に飲まんと、飲むとしたら。夕方は効きますね。お茶は多分紅茶とかはちょっと効くかも。どうなんやろ、頭痛くないかな。紅茶とか緑茶とか、でも紅茶とかリラックスする作用もあるから難しい。でも寝れなくなるみたいな。どっちを取るかよね。今すぐ寝たいか、ちょっと落ち着きたいか。本当はどっちもがいい。ちょびっとならんかな。普通に味が好きだよね。うん。明日はお話し会とサイン会。そう、配信とお話し会私違うからね。よいしょっと、こと、ったい。チャートリの申し込み始まった。え、今日？そうなの？私いる。私いる。これはどこだ？あそこだ。ポジションがね、どこかなって思って。
ね、今日コンサートがあったよね。いろいろ。ありがとう。横浜がに大集結。なるほどね。今日すごいな。今日という日はすごい。STU は来週ですね。もう来週と言ってもいいほどの。復習しなければ。忘れそうになる前に。ありがとう。そろそろ終わろう。
とね。予習復習しなければ。頭から抜けていきそうだ。なんかめっちゃ頭ボサボサでどうしたんだろう頭ボサボサでどうしたんだろう。あ、違いますよ、結んでたから。結んでたのを取ったからですよ。QR コードのあれは変わりますからね、見てくださいね。眠くはないですよ。眠くないです。そうそう、ぽやぽやぽやしてる、ぽやぽやタイム。しかもなんかこたつつけちゃって暑い。よいしょ、熱。そうだよ、こたつ生活してるからまだ。なんかね、つけちゃうんだよね。そう、昨日はもうこのまんま寝転がっちゃったっていうか、潜っちゃったから。でも今日こそは絶対に。今日こそはすぐに行動する。今日こそは何じゃ買った全然見てない。次買ったら2回ぐらい買ってた
私服決めてるよ。なるほど。あら、なんだっけ、そう、インスタも投稿した。明日も投稿する。桜はちょうどその満開のシーズンに行けた。うん。でもなんか今ちょっと散ってるらしいよ。すぐ散っちゃうんだね。嬉しい。去年は葉桜になってから行ったんですよ。タイミング逃して。今年は良かった。葉桜もね、でもいい感じでしたけどね。でもやっぱり満開もいいですね。うん、葉桜もいい感じだから、去年は ソフトクリーム食べたんだけども、桜のアイスもソフトクリームも売り切れてて、桜の花みたいな色の。だからリネタンがいちごで、私は抹茶にして、二人で葉桜カラーって言って食べてた。でも今年はちゃんと桜の花の色のソフトクリーム食べれた。味はね、桜餅めっちゃ美味しかった。桜餅目綺麗、目
今日なんか濃い。濃い。でもなんか最近右目のまつげがそう取れちゃったからね、右目がちょっとピエンな感じ、目力がない。早く生えてきてほしい、待ってるよ。買った。ありがとう。1位からシンジさん、コッペさん、フジポンさん、カホマサウサギさん、ボンちゃん、タンタンさん、ロックオンさん、ミツルンさん、モモビリーさん、マイセンさん、神戸のヒッキーさん、コージコアラさん、セイヤンさん、トゥエールさん、立花ハヤトさん、クロクマさん、メガバイトちゃん、ハンちゃん、ガッちゃん、シュウゾウさん、イヌちゃん、アオちゃん、エビスさん、おたてさま、タカシ S さん、イクゴピョンピョン、ナリさん、リンさん、いけなかったあろ、しのさん、ももまるくん、さんぱちさん、ギョーザパンさん、としささん、かんてさん、ありがとう。ありがとう。じゃあ、後ほど。後ほど。後ほどじゃないか。一番早くて11時間後くらいですね。やばい。まあ一番配信する時間は分かんないんですけど、結構20時間ぐらいでしたね。もはや24時間かもしれんし、もはや24時間後かもしれません。そうですね、QR コードのやつで会いましょう。バイバイ。